西区西区は、新潟市を構成する行政区の一つ、旧市域のうち井林地区、西地区、内屋、赤塚、中野小屋、地区、関屋地区の一部、黒崎地区、旧黒崎町と、牧地区、旧関町のうち四都合屋で構成され、区役所は、堺林地区、旧堺林地区事務所に置かれている。西区の特色としては、 郊外型の住宅地であると同時に、大学等の高等教育、研究機関が複数立地する文教地区である。国立大学の新潟大学と複数の私立大学、短期大学含むが設置されており、五十嵐・大学南、堺砂山地区周辺は典型的な学生街となっている。また郊外型のショッピングセンター等商業施設も多く、産業流通、学術文化、 住宅地がバランスよく発展している。なお区域にはこのほか、現在西関区の区域である、西川地区、旧西川町の飛び地、余兵や日田の一部が含まれている。新潟県の北西部、品野川、石谷分水とその支流である中野口川の西に位置し、区内を新川が縦断、西川が横断している。海岸沿いの地区は、砂丘地のため比較的標高が高くなっているが、 それ以外は、平坦な水田地帯となっている。西区には、中心市街地といったものは、特にない。旧新潟市域のうち国道402号、新潟市道、ソワインター信濃町線、西尾通り、916号、JR 越後線、県道16号、916号、八彦街道、市道大堀線、大堀幹線。 かつての大堀幹線排水路上に整備されたことに由来するなどの鉄道、幹線道路を中心に中央区に接する青山から小張寺を、堺を経由して内野西部に至る間、いわゆる境林、内野地区のほぼ一帯が住宅地となっており、市内中心部のベッドタウンとして機能している。これらはかつて砂丘地と水田だったが、1960年代後半から、 急速に市街地下、宅地下が進捗したものである。青山、昇進、昇進大通、牧尾など、地区内には郊外型の大型ショッピングセンターが、いくつかある。住居表示は、境林地区の多くと、内野地区の一部、赤塚地区の水木や、黒崎地区のときめき等で施行されている。ただし、黒崎地区の住居表示はいずれも無宿以上で、完全なものではない。 中野小屋地区で住居表示を施行している地域はない。また全室の流通センターは旧黒崎町との市長協上にある上、開発時期によって複数の地名が混在しており、通りセンター、流通、調律流通、的場流通など、住居表示が非常に煩雑になっている。また、区内には、大野という地名が2カ所存在する。 堺林地区西側には大野が、黒崎地区中心部には、大野町がある。大野町は、黒崎町編入前は、全く同一の、大野であったが、2001年、平成13年に編入した際、混同を避けるため町名整理を行い解消した。同一区内に類似した地名が存在するため、特に土地間のない他市町村の住民は、混同しやすいと言われている。 ただ通常新潟市周辺では単に、大野といった場合、校舎の大野町を指すことが多い。また、大野町方面に至る新潟交通の路線バスの行き先、経由地も単に、大野と表示されている。なお2010年、平成22年1月現在、双方とも住居表示は施行されていない。内野町を核として、中野小屋村、赤塚村との三町村で一自治体という、 方針だったが、内野町、いがら地区住民が町をあってでも新潟市編入を希望したこともあり、内野町が新潟市編入へ方針転換、残る中野小屋村、赤塚村も新潟市に編入することとなった。区北部が住宅地であるのに対し、住宅地区南部の大部分は水田で農業が盛んである。 その一方で製造品出荷額は新潟市八区の中で最も低く工業分野の活性化が大きな課題となっている。区内の主な病院は下記の通り、かつて区東部、堺林地区東部から黒崎地区にかけてには新潟交通連車線が通っていたが、1999年、平成11年に廃止された。西区内を発着する一般路線バスは、 すべて新潟交通と地域主会社の新潟交通観光バスにより運行されている。また区内の寺地には新潟交通の新潟西部営業所、中堅寺には同社の内野営業所があり、市内路線バスの運行拠点となっている。西区のうち、特に境林、内野地区は新潟市の人口集積地で、かつ数多くの公共施設が所在することもあって、 市内中心部からのバス路線網が非常にきめ細かい。このうち旧国道116号、西大通りを経由する W2 西小針線は、おおむね10分間隔で運行されており、また、最終の便が24時台であるなど、新潟交通を代表する主要路線となっている。また同線には、バス停設置型のバスロケーションシステムを内包する、都市新バスシステムが年、 昭和59年に導入されており、主要バス停には接近表示器が取り付けられている。このほか、境林、内野地区には、旧国道402号、産業道路、県道16号、916号、市道大堀線、大堀幹線を経由する路線が設けられており、JR 越後線とともに、区内、市内を結ぶ、交通網を構築している。また、西区南東部、 国道8号方面には、堺林地区東部、黒崎地区を経由して、南区の白根、三方、月形方面に至る路線が設けられている。なお、区内を運行する新潟交通グループの路線バスの、うち、区バス、工事図を除く、全路線で、リユ優都等の IC カードが利用できる。区内の4、新潟青山ショッピングセンター隣に位置する青山バス停は、 BRT ダイ橋ラインをはじめとする市内中心部方面の路線と西区内の路線との結節点となっており乗り換え拠点として整備されている2019年8月現在では以下の路線が運行されているなお各路線の詳細は新潟交通のバス路線一覧を参照各路線番号からもリンク可能西区内では現在住民バスと クバスが運行されている。黒崎地区の鳥原、トッパラにある北陸自動車道の鳥原バスストップは、新潟市中心部をはじめ、県内各方面や、県外の主要都市を結ぶ高速バスが多数停車する。パークライドの需要が高く、下り、新潟方面停留所側には駐車場が設けられている。ネクスコ東日本新潟市社。 新潟県内と長野県内のネクスコ東日本管轄地域を管轄がかつてこの西区山田に所在していた現在は中央区に移転。品濃川ウォーターシャトルにより定期運行されている水上バス乗船場のうち西区には道の駅新潟ふるさと村に併設する乗船場がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。